元も多分生まれたらこれやろうと決めたんですよね。なんかこう、うん、同じものと一緒にこう撮り続けるといいなみたいな。で多分生まれてすぐプーさんと撮って、そこからは毎月17日をプーさんの日に対してるっていう一緒のただプーさんとひたすらどんどん大きくなっていくっていう。あれももうなんかもう見るだけで可愛くてキュンとして、うん、でかつやっぱこんな私も祖母にセーター編んでもらった思い出がありながら撮ってないんですよね、うん、こうやって、広くできる時代でもなかったと思うんですけど今から40年前だと。でもなんかこんな風にちゃんと撮ってあったのを昔の写真と今のこう自分でまた記録として残せるって、これを家族としてとかお母さん にプレゼントするこう未来への贈り物としてもすごく娘さんから素敵な、あとご両親の関係性も素敵だし、なんか家族にとって未来に残したい贈り物になるなと思いました。すごい好きで、なんか 色味とか、まあ、中のページもそうなんですけど、まあ、これはなんかちょっと分かるなっていう部分があって、自分もなんかそのピンクとかカーマンとかお家に置いてあるなって思ってたのに今めっちゃあるじゃんなんかすごい分かるなって思ってて、なんかすごいところになんかしておいてるなっていうのをすごく感じてて、全体通してるこんなのね伸びだけピンクというか、タイトルもいいでしょう、まとまってますよ ね、こんだけピンク探してもないですよきっとそういう人もおじいちゃんうまいですよ、はい、完成でありがとうございます、はい、ありがとうございます間違いないからやっぱりこう自分の子供だったりとか、まあ、もしくは親だったりとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだったりとか、やっぱりそういう、かなり近い方を撮ってる人はやっぱ多いなって思いますね、うん、まあ、もちろんこう旅行行ってこう知らない景色を見たりとか、こう街で何気ない綺麗な光だったりとか、まあ、そういうシャッターをね切りたくなる瞬間たくさんあると思うんですけど、やっぱ総じてこうちゃんとこう本にして残したりとか、ちゃんとこう一生懸命撮る方は、まあ、と対象はやっぱり身近な方が多いんだなってのはすごく感じますね、まあ、未来に届ける贈り物っていうテーマでいろいろ拝見させてもらいましたけれども、やっぱり写真っていうのはやっぱりこう残して今のその瞬間を残してやっぱりいつかの未来にこう見返したいと思って撮ってるものなんだなっていうことをやっぱりこう改めて思いました。やっぱりこう未来に残したいから、まあ、今を残して未来に届けたいから写真を撮ってるんだなっていうことがそれぞれの本当にこう本を見て思いましたし、こうその思いもやっぱり それぞれいろんな種類があるんだなっていうことをすごく見てて楽しかったです。やっぱりこれまでにもいろいろなテーマで審査会に参加させていただいて、10年以上こうやっていろんな作品を見続けてきた中でも、一人一人いろんなこう家族や親子関係や人との関係性があっても、なんか一見同じように見えて同じものがないんだなっていうのを感じさせられる、その毎年毎年それを感じるので、なんかすごくいつも毎年新鮮に見ることができるのがいいなと思いますし、あ、こんな風にフォトバッグって活用できるんだとか利用できるんだっていう気がつくところがあって、なんかその毎年楽しみにがだなっていうのを改めて思いました。やはりテーマ的に未来に届けた贈り物ということで、家族とか親子とかそういう親密な関係の写真がたくさんあって、こう一つ一つ見るとやっぱりなんかどれもそれぞれの本当に宝物のような関係性を未来に残したいっていう気持ちがこもっていて、本当にどの作品も素敵でいいものだなと思ってグッと来たんですけれども、でもそんな中でもやっぱりいろいろな
あの町とか旅とか、あの自分の地元とか、そういったものをあの未来に届けたいと思ってる方もいたりとか、なんかいろんな本当にあのこう応募してくださった方の思いが伝わってきて、あの自分だったらどんなものかなってこう考えたりして、あの思いながら自分と重ね合わせながら作品を拝見しました。いや毎回本当に皆さん素敵な作品で、なんか自分だったら何をじゃあ残そうかなとかすごい考えちゃうし、なんか素晴らしいなといつも思っております。毎回毎回共感もするし、あこういうなんか、ね、写真をこう撮りためておくとか、なんか捉え方とか考え方とか、なんかそういうのをすごく私も勉強させていただいてます。はい、私も息子たちにこう未来に残せるようにいっぱい写真撮りたいなと思います。はい、グランプリのピンクと若い星をはすごくやっぱりこう最初見た時に、まあ、まずこのタイトルがすごくインパクトも強かったですし、中の写真をバーって見させていただいたんですけど、写真もものすごい良かったんですよね。で一枚一枚がすごくあの強い写真で、あのなんていうかな、こうなかなか撮れないなって思うような写真で、レイアウトも素敵だったんです。でそれに惹かれてこう内容を読んで、最初にこう巻頭に文章があるんですけども、それを読ませていただくとすごくこう全体の完成度の高さにうなったといいますか、まあここにも書いてますけどね、ピンク色、ピンクっていうと、まあ、すごく強いあの色で、まあ、抵抗感がある、もともとお母さんがお子さん生まれて、そのピンク色がどんどんこう 娘さんの影響で生活圏内にこう入ってきて、でそこをこう受け入れていくようになっていく、その過程がすごくあの文章を読むと理解できるんですよね。なのでもうお子さんを撮るっていうのはすごく基本として たくさんの方が撮ってらっしゃるんですけども、そこにもう一つこう自分なりのこう、視点がすごく入り混じってる、その入れ子構造がすごく素晴らしいなと思ってて、だからこの写真は、まあ、お子さんの成長の記録でもとか、何気ない日々のこう大切に残す瞬間でもあるし、お母さんがこう自分の思いをこう何て言うかな、こう取ったものでもあるんで、こう そういう意味で二重の意味でこう見れるところがあって、なんかそうい こう奥深さがすごく他の作品と一線隠してて、こうすごく素晴らしいなと思った作品です。どんな方かお会いしたいなと思いました。ありがとうございます。グランプリおめでとうございます。まずあのピンクと若い星、これ表紙からインパクトがあって、どういうことだろうっていう風な表紙のインパクトがあって、こう中をあの読み進めていって、あのまず最初に、文字で読ませる部分があり、その後写真が続くっていう構成で、その構成自体がまずグッと引き込まれるものでした。関えりこさんに関しては自分と娘さんの関係性なんですけれども、まずえりこさんがピンクと決別したえりこさんが、娘であってもやっぱり他者は他者であるので、そういう自分と価値観の違う他者とどうやって和解していくか、折り合いをつけていくかっていう、その過程っていうのはいろんな人が共感したりできるところだなと思いました。で私自身も身近な人と違った価値観のものはあっても、でもそれを好きな人の好きなものは肯定的に捉えることができる、それをなんか写真に撮ることでそういう肯定感が生まれるんだなっていうのは、写真の力を改めてこのえりこさんに教えてもらいました。なんかこの娘さんが好きなこの指輪とか、この表紙にもなっているピンクのビニールの靴とか、今見てもうわーかわいい、これ自分が身につけられるんだったらつけたいみたいな憧れみたいなものが詰まっていて、なんかこう
キュンキュンしました、どの写真にも、はい、娘さんが写っているものも、その娘さんが好きなものモチーフを捉えたものもどちらもキラキラ輝いているものばかりで、娘さんが成長してまたこれ見直した時に、お母さんがこういうふうに自分が好きなものを撮ってくれたんだなっていう、すごく本当に大切な宝物になるんじゃないかなと思いました。まずなんか題名がすごく印象的で、どういうことなんだろうみたいな感じだったんですけど、なんかこう中を見て読んだり見てったりするとすごく共感する部分があって、そのなんか私もなんだろうな、男の子今2人ですけど、なんかそのキャラクターものとか正直苦手だしそのなんだろうな、例えば戦隊ものとか、お家にいっぱいあるなとか思いつつも、なんか自分が苦手だったものもやっぱりなんだろう、結局最後は自分がハマってしまっていることが多くって、女の子だったらやっぱりこうやってキラキラしたものとか、なんかピンクのものとかいっぱいあるんだろうなと思いながら素敵だなって思いながら見てました、はい、ピンクってこんなにあるんだみたいなやっぱりこう可愛らしい一冊というか、あとは全体的にすごくこうまとまってるっていうのもあって、結構皆さんと一致したって感じでした、はい、目玉焼きとハムです。いや、ここもピンクかっていうふうに思えなくないです か、 確かに。普段生活してる中で、あ、ピンクって探そうとすると意外と、あ、いろんなとこにあるなとか、私もピンクがそんなに得意ではないので、ピンクのお洋服着たりとか、なのでやっぱりこうやってやっぱりこういろんなところに目を向けるっていうところは素晴らしいなと思いました。ハムのピンク可愛いなって僕が選んだのはこのお風呂カメラを選ばせていただきました。そう、たくさんいろんな作品があって悩んだんですけども、すごくシンプルでお子さんとのお風呂の、なんていうかその空間だけで撮った一冊の本ですね。で、まあ、こう10年前ぐらいに発売したこうオリンパスタフっていう、まあ、防水カメラを使ってるんですね。で、まあ、もちろん防水カメラじゃないとね、お風呂で撮るのもちょっと心配じゃないですか。で、僕なんかそういうここではこのカメラを使うっていう撮り方がすごく好きで、こう今本当にこう写真とかカメラがこう発達してるんで、例えばスマホだけでもいろんなものを撮れると思うんですけど、その中にいろんなデータがこうカメラロールの中で混じっちゃうのが僕ややこしくなる一つの原因だなと思ってまして、なんでこのカメラはこれってもう最初から何ていうか区別しておけば、その中のデータは全部その何かがその中で何かが映ってるってことになると思うんですね。で、なんで多分お風呂場の近くに多分このタフが置いてあって、お風呂入るときにそれを毎回そこで撮ってるっていう、すごいシンプルな構造の撮り方がやっぱりすごく素晴らしいなと思ったんです。まずけど、まあ、お風呂の中って、まあ、裸の付き合いだったりとか、まあ、いわゆるその家族じゃないとなかなか見れない景色だったりしますし、まあ、そこでこんな逃げない会話したりとか、なんか遊んでた思い出とか、まさにまあ本当にこうある短い時期をやっぱりこう残して、それをこう未来に届けたいっていう思いはすごく結構共感できる人も多いんじゃないかなと思って、僕もその一人で選ばせていただきました。このお二人のお子さん大きくなってこう眺めると、このそんなお子さん自身もね、そんなにこう意識してないかもしれませんけど、今はね、こう子供が生まれたりとかするぐらい大きくなった時にこれを見ると、すごくこうなんていうかな、いろいろこう感じることも多いんじゃないかなと思ったんで、まさにこういう何気ない瞬間こそこうちゃんと残しておくことが大切なのかなと思ってます。
ちらの作品が大正昭和平成令和と4つの時代を生きて98歳と100歳で天寿を全うしたあの老夫婦の最後の10年の記録ですっていうふうに書かれていて、やっぱりあの今の生活スタイルだとなかなかそういうお家の中にあの家族とかあのご先祖様、祖父母、祖父母とか代々の写真を飾る機会とか場所っていうスペースとかがないなって感じて、でも改めてこう今見るとこういう空間ってすごくあのそのご先祖様、自分がこう生きてきたあの道筋をたどれていい空間だなと思ったんですけど、なんかこのフォリオでこういったあのおじい様おばあ様とかあの両親とか例えば記録を残していることによって、そういうあの代わりになるんじゃないかなって感じて、皆さんこうやってあの未来に自分の家族、さらにあの今度自分からあの続いていく家族たちにも、自分自身のこうやって記録を残していってもいいなと思いますし、なんかそういう家族の中でのあの未来に続くあの贈り物として残していくには、このフォリオのスタイルすごくいいなって思いました。こちらあのほぼ、言葉が文字がなくて、写真も割と淡々と静かに続いていくんですよね。でもそれがすごくリアルっていうか、で淡々と本当に日々の日常、ありふれた毎日なのかもしれないんですけど、でもそれがすごくいいんですよね。ありふれた毎日の一コマがよくって、人が写っている、シーンと写ってないシーンが両方こう織り交ぜてあるんですけども、私はやっぱりこの最後にこの夫婦がお互い病院にいるシーンが出てきて、でベッドに寝てるのこちらはおばあ様で、こちらは多分おじい様っていう、お互いがこうベッドにいるけれども、それをあの夫婦がそれぞれ見守ってるっていう、なんかこのシーンにグッときて、さらにその2人が手を握っているシーンがなんかいいなって思ったんですけど、その後は人がいなくなって静かな家の中がこう映されていくっていう、なんかこの余韻がある作りにあのグッときました。私はこれあのなんだろう、結構すぐあこれだなっていうのを決めていて、お洋服とそのお洋服を着てるお写真なんですけど、なんかちょっとやっぱりなんだろうな、ファッションっぽさもある、ファッション誌みたいな感じでもあるし、このなんかハンガーにただかかってるっていうその物撮り感もすごく好きだし、シンプルなんだけどとってもなんか深い作品だなっていうので選ばせていただきました。写真はでもやっぱり最後のこのお二人の笑顔すごい可愛いなと思っていて、やっぱりね、こういう風になりたいなって思います。あと私はちょっとこう縫い物とかが苦手なので、すごいなって本当に思いました。なんかでも今でもちょっと着れそうな今っぽさもありつつ、ファッション誌とか編み物の本とかして売っててもうおかしくないような一冊でした。